さあて山のすすめ山のすすめ。ゴー。どう。洞窟入ります。おお、エリートがいる。エズ君がいる。エズ君が。よろしく頼む。エズリアルが現れた。ストライク。バッターアウト。虫。フレアドライブ、あれ解放者がね忘れたわ。効果は群物でやる。反動ダメージ痛い。カラマネロ、え、誰、知らない、俺知らないポケモンかも。マイカの進化、マイカが逆さまになってるみたいだなーって、ペンギン見てんちょ、微妙に。マイカ、シャドウ、ゴースト。フレアドライブ。焼け。すべて焼け。水も入ってるかも、とか思いながら。よし、やったぜ。ぬるぬるぬるぬー。ボールに戻ったポケモンに話しかける時間をくれるかい？自分自身を何より傷ついても戦ってくれるポケモンを裏切らないだけです。エリートトレーナーばっかだな。あ、ショートカットがいろいろ見える。隙あり。エリートトレーナーのレイナ、トレイナー、トレイナー、レイナな。そう、わあ、キノコだ。食べると幻覚見そうな顔してる。まあ炎で焼きゃいいよね。反動死ぬほどいってんだけど。そろそろ死ぬんじゃねえか。ピクシーはフェアリーになったはず。フェアリーは焼くといいんだっけ。ピクシー、ギュピー。おー、そろそろ俺死ぬぞ。ヒー、あちゃー、今感じる悔しさが私を進化させる。な、体力が残り少ないだと。戦い方も変わる、考え方も変わっていく。進化の証。回復する回復する。あー、ちょっとお金がな、きついなこれ。いい傷薬結構高いんだよ。いい傷薬1500円だっけ、1200円だっけ。2個飲んだら満タンの薬と同じぐらいじゃねえかっていうね。結局高いな。どこだ傷薬、すごい傷薬。ひー、高いよー。おばちゃんいる、その距離で。面白いもんができたんだろ。だったら見ておかないと損だよ。みなみさん、お前ってベロリンガだ。ベロリンガのノーマル。みなみの帝王ベロリンガー、カクトゥー、キラスチョップ、シャキーン。相手は死ぬ。え、耐えるの。威力倍でなし崩し。またラリアットぐらいで倒せるだろう。
じゃあベロリンガ、ね、体力と耐久高そうだもんね。耐えられるのか。クロスープじゃいらねえな、今の倒せねえんだったら。介護者の方が良かったか。ヌメルゴン、うわー、あんまりぬめってない。あ、ぬめってる。ポタポタ落ちてる。もう重油かなこいつ。爆発する油。じゃあ効果今一つ。パワーウェップ、草だ。よし、耐えれるな反動。よし、今一つでも殺せるっていうね。タイプ1のフレアドライブが強すぎんだ。さあそろそろだろ、シン・ゴジラ進化の時。あんたらの戦い方面白いもんが見れたよ。それは面白いわな。効果今一つなのに力押しとか。体力残り少ないろと知ってら。世界は面白いね。見たことないもので溢れてるよ。毒好き、もう覚えてる。誰が覚えれるかっていうのもあるよね。他のメンバーで毒技覚えれたら。知ってる。まあそうだとは思ったよ。ドラゴンクロ、もう知ってる。マジカルシャインスパーク、ワイルドボルト、熱湯。熱湯も結構強いんだよな。水の波動よりいいかもしれない。80だろ。水の波動はどうだっけ。あれも80じゃなかった。ついで追加効果が何だったかな。水の波動は混乱60。熱湯の方がいいな。熱湯の方が強えな。マニューラ氷付き。よし、解放者で焼けば終わる。解放者ないけどな。フレアドライブ、反動テライタス、やばい。これは効果。こーい、怪力ジョスーン、ショートカット開通だ。えらい早いな。バレた。穴を掘った、道作った。シャギーン、作業員の正重です。地面岩あたりっぽい。ジーランス、うわ化石だった。シーラカンスのパクリですな。岩水あたり、クロスチョップ 80% は怖い。全部当たるね。いらねえなクロスチョップ。いやー、これだったら DD ラリアットと大して変わんねえじゃねえか。じゃあ 80% で5発しか使えないクロスチョップとかいらねえじゃねえか。よし、来た、やっと来た。なんというチャレンジャー、うん、こいつはおいそれと勝てないぞ。いやー長かった。シンゴジラがシンゴジラに進化するぞ。やったー。
バンギラス。いやー、きつー。やっと進化したビンガラトー。悪岩か悪地面かどっちかだったよな。岩か。これね、地面がなくなるのがちょっともったいないんだよな。地震がな。進む道の前に山があれば崩し、家があれば破壊する。動く男塾ポケモンね。はあ、どすこい。あー、やっときた。進化おめでとろと。これでやっとね、戦闘力が増えるわ。解放者まだないか。いやーね、まあ分かったね、クロスショップはいらない。あんな使い道のないものを持っててもしょうがない。ついにサナギが羽化したのである。ちょっと強さ見てみるか。シンゴジの強さを見る。攻撃力187、まだ55だよっていうね。防御168、素早さは低め。特攻もないわけじゃない。地震物理だよね。そもそも特殊攻撃なんかねえからどうでもいいね。だから特攻0でいいから、特防250ぐらいにしてくんねえかなみたいな。まあそれは無理だ。まあまあね、攻撃防御のね、超物理型、正直噛み砕くだけでも強いもんこいつ。よっ、ねん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 と。元気の鎌足り。お、ジジイロンだ。おじいちゃん。持ってないな。殺したくない。殺したくないでござる。フレアドライブなら耐えてくれる。こっちだと殺しちゃいそうで怖いんだよな。竜、ドラゴンだな。耐えろよ、じいちゃん。耐えろ。耐えられないっつ。まあ、ちょっと予想ついた。次はフレアドライブで微妙に削っていくか。次出たら、裏道。おお、ほっ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 。にゃん、ゆげにゃる。フレア横取り、横取り40万、50万より横取り40万のがいいよね。抹殺、反動痛いです。なななな。おい、レベルもうほら67のニャルオよりも攻撃力高えじゃねえかよ、バンギラス。あれ、アイテムないの？わざわざ来たのに。あるだろこんなの。ほら絶対あるの分かってるから。よしよし。さあ連続バトルが待ってる。うん、行くぜ。はあ、バシーン。ほっ、空手が2人、ガチンコである。ダブルバトル、どなたでも道場、格闘道場。
修行仲間の高弘と勝美、古女風とキテルグマ、いけやる完結。ああ無理じゃん、どうやって勝つんだよこっちのチームに。しかも敵さ1匹と2匹って合わせてこいよ、せめて。しかも物理を落とす威嚇とかさ、相性最悪じゃん。もう出て勝つ気だよ両方今一つかい。クロスチョップ、新年の頭突き、とりあえず片方から順番に。どーん、やめてー。そうだよ、いらねえよこんな技。解放者返せ、解放者、痛い、えぐいこれだからクロスチョップは。キネシス、もう急所にあった頭突きが急所にあって、目かな、飛び火先、キネシス、相性大事、怪力、キネシス、思念の頭突き、相手どうしようもないね、相性最悪じゃーん。何しに出てきたのかわからないレベル。でででで、でででで、そろそろ進化するか。吹き飛ばしとか使わねえから、でででで、高弘どうかでスウェーバックすらさせてもらえるのかが、チンコで負けた、少ねえ、6500円しかくれなかったこいつら。このまんまでいいだろう。あれ無視できるんだ、逆向いてる時だったら。押す、隣のやつの分も押す。藤尾と哲郎、ケケンカニルチャブルー、行け、父ちゃん、威嚇、物理型に威嚇は刺さるな、突き刺さる突き刺さる、処理落ち、一匹ずつ確実に落としていこう。思念の頭突き、ドーン、ちょっと足りないんだよな、がむしゃらに、うぅぅ、ちょっと待って、何今の威力、今の威力何なの。アイスハンマー、あ、よかった、耐えた、はい ちょい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 、初出陣、ただ格闘には砂起こしは全然大丈夫なんだけど、地震したらボチャ死ぬしな、噛み砕く今一つだしさ、これダメじゃねえか、最悪じゃねえか、暴れるとか大丈夫、坊ちゃんの方が遅い、暴れるとか誰に攻撃するか分かんねえじゃん、攻撃手段がねえじゃねえか、あった、これ敵両方じゃね、けけんかに、キネシス効果悪か、あいつはけけんかには多分大丈夫、これ格闘だろう。
シンゴジラが吹き放つ Z 技。ワールドエンドホール。やめてー、潰れるー。入った。別に抜群とかそんなの全然。じゃあダメじゃねえ。最後期です。効かねえじゃねえか。死んじゃったら。悪だろ、知ってるわ。噛み砕かれるー。自分で食らってんじゃねえか。何してんだあいつ。毒っぺ。ベノム飛んでるけど浮遊じゃなかったよな。暴れ噛み砕くするしかねえじゃん。しょうがない。これは泣け好きなあ。全然効かねえ。泥試合。なんか自分が落とした砂嵐で勝手に死にそうになって。こいつ飛行入ってるな。格闘悪か。いやーし、あと自信ができる。いやかった。羽休めしたら地面に降りるから自殺できるぜ。はい、あ、いいんだいいんだ。びっくりした。いきなり効果ないとか出るからびっくりしたわ。弱い方から確実に食べていくスタイルだね、敵も。フィニッシュ。ふう、帰るか。そろそろ回復ありそうなんだよな。ただ回復ある。回復。ネクロズマイル。帰ろ帰ろ帰ろ。そら戦いに行かんわ。これはどこだ。これここか。穴抜けの紐どこだ。あった。使いどころがあるのじゃ。ちょっと待て。ダンジョン扱いじゃねえのかここ。え、もしかしてこっち。洞窟扱いじゃないから飛んで帰れって。ただまあ。いや驚いた驚いた。それではお預かりします。みんな元気になりましたよ。この後考えるとやっぱ電気が欲しいんだ。ネクロズマは黒。黒、黒ってなんだ。悪。あくびもあるし、まあ捕まえれないことはないか。電気とすると電流とボルト。ハルセウス強えな。めっちゃ強えなこいつ。電気、こいつはもう使ったからな。今回は連れていく気ないんだよな。電気ポケモン、踊り鳥、ピカチュウ。ピカチュウいねえしな。こいつも電気だったか。ゴースト飛行、なんで電気。あ、クワガノン。クワガノン、クワガノン連れていくのはありだな。こいつも特攻超高いけど素早さがくっそ低いんだよな。めっちゃ速そうな動きしてんのに。いい電気いないな。
まあまあ、とりあえずこの現状でいけるとこまで行ってみるか。